さんこんにちは、お疲れ様です。ドラゴンです。今回はですね、コインの方を集めたので、そちらの方を引いていこうかなと思います。で、まずね、大戦略戦か、これマジ散々でした。もうね、全然わからん。マジでむずすぎる。今回初めてだったんですけど、なんかね、倒せど敵が出てくるんで、まだかと。うん。で、それでちょっと、なんだろうな、やる気がそがれたじゃないけど、まあ言い訳になっちゃうんすけど、めっちゃ難かったっすね、とりあえず。まあ、今度出るときは、バチッとね、回っていけたらいいかなと思うんで、頑張っていきまーす。はい。というところでね、今度はね、合唱戦があるので、まあそちらの方はね、ちょっと一生懸命、頑張っていこうと思うので、まあサブアカの方と並行していきながらやっていきたいなと思います。はい、それではね、コインの方のガチャをこれから引いていこうと思うので、はい、以上、大戦略戦のしょっぽーい報告でした。ありがとうございます。ではガチャやっていきます。はい、では引いていこうかなと思います。もちろん狙いはね、やつしかいないっすよ、やつしか。ロコミさんですよ、やっぱ。そこをね、もうガチで狙っていきたい。ほんとに。排出確率はね、どれも 0.044% なんで、どれでも確率は一緒なんで、まあその中で引いていけたらいいかなと思います。まあね、あとは白旗が今突2なんで、突3狙っていきたいなと思いましたね。はい。なので、そこの被りは OK というところで回していきたい。あとは誰がいるかな。そうだな、まあでもいっぱいいい武将はいるけど、そうだな、まあ、星6だったら誰でもいっか。まああとは、そうっすね、高尊竜とかもう、やっぱ引けたらいいかなと思ってますね。うん。さて、引いていこうかなと思います。まあね、一応こんな感じで金と銀と溜まってますので、それぞれ引いていきたいと思います。さあ、運命のガチャです。誰が出るでしょう。まあ一応ね、これは無料でもらえるコインなので、まあ気楽に引いていこうかなと思います。はい。引いてみましょう。これで確かあれかな。金色が、6点の色とかに変わるんだったかな。そこはちょっとはっきり覚えてないけど、まあ、ガチャの演出って基本的に覚えられなくないですか。火曜天なんかやっぱね、出たキャラの印象がね、はっきり強くて、なかなか出た感じの、出た例えばコインととかコインの色とか、そういうのはね、ちょっと覚えてないです、はっきり言って。さあ、2回目、誰が出るかな。いいキャラでどうしな。そろそろ。まあ一応ね、前回の動画で将軍くんと鹿かな、鹿のガチャを回したんですけど、まあ鹿も将軍くんも無事に引くことができました。まあ鹿は確定なんでよかったっすけど、将軍くんがまさかの2突というところでね、まあちょっとネタバレになっちゃったんですけど、まあその動画見られてない方はぜひ見ていただけると嬉しいです。見てみてください。まあ右上にちょっと上げとくんで見てみてください。さあ、どうだ。お、あー、万国かなんかこのビジュアルが嫌いなんだよね、僕は。ちょっと万国さんはもっといいビジュアルのキャラを出したい。と、金ねえ。まあ、金は当然か。よし。さあ。誰で。まあ、でもね、雲が、なんか、続くときが、ちょっと、ビビるなって感じで。おう！君の、星6が欲しいんだよ、僕は。ねえ、君の星6出てください。お願いします。さあ。最強。サクサクと引いていこう。はい。今4連目から5連目かな。ちょっと忘れたけど。多分そのぐらいだと思う。
おお、これこれ、この演出、雲が何回も続く演出はね、ちょっとドキッとするね。うん、はっ、またあなたですか、万国さん。またあなたです。まあいいでしょう。さあ、お化けみたいやな、お前。さあ、次。さあ、次次。次次と行くよ。さあ、誰が出る？おー、またこれはいいね。来た来た。これいいね。うし。おー、バジオかー。バジオかー。海岸のバジが欲しいねー。秘人感は持ってるんだけどね。海岸バジが欲しいっす。さあ、次。星6出てくれないかな、そろそろ。星6出てほしいねー。またも奇跡が起こらないかな。さあ来い。さあ行こう。よいしょよいしょよいしょ。盲点、盲点いいでしょう。というところで金は引き終わりましたんで、次銀行きます。まあ銀からでもね、星6は前出たことがありますので、はい、引いていきましょう。結構今回貯めてましたでしょ、皆さん。コインは貯めとってはいいっすよ。貯めて、10回、バーンって引いた方が、まあ、楽しめるかなと思うんで、貯めとくことをおすすめします。さあ、続いて。お、おー。まあ、領土戦、合唱戦。僕、前、領土戦はね、結構、順位は、上の方に行けたので。お、資金で変わった。誰かな？おー、降参竜！君も、星6が欲しいんだよ。星6で出てくれ。頼む。で、なので、合唱戦もね、ほんと上位を目指したい。でもね、領土戦は一応通算記録なんですけど、合唱戦どうだったかな？合唱戦は通算記録だったかな？ちょっとそこをまたも覚えてませんが。まあ、なので、まあ、タイプは変わるわけですよ。領土戦と違ってね。なのでちょっと、領土戦とは違う感じになると思いますが、なんとか、今いるキャラで、回っていって、スコアを出していきたいなと思います。まあ、アイテムはね、優秀なのがもらえるのは間違いないので、なのでアイテムもガチッともらって、いきたいなと思います。さあ、何回見たかな？確かね、この銀のコインも800個ぐらい集まってたので、8連ぐらいできるかなって感じで、はい。やばい。レアラッシュだ。レアしか出ないかな。やばい。やばい。マジでやばい。さあ。そろそろ変わってくれ。一回だけしか、金に変わっとらん。ははははは。吐く、吐く記載何回目やねん。めっちゃ出すぎやろ。白記載ばっかりやん。またもー、またもハッキー、ハッキー出すぎやねん。出すぎばい、ハッキー。お、またも、もしや三連チャンあるか。ハッキー三連チャンある。マジ。お、お、お、おお、さすがにないか、そりゃね。はい。というところで引いてまいりましたが、まあ、星6出ずというところで。まあ、時々こういうしょぼい引きもあるかなと思います。まあ、ちょっとチケットとかはね、あえて貯めておきます。はい。今回の動画はこれで終了とさせていただきます。合唱戦始まりましたので、皆さん、合唱戦を、まあ、バチッと周回して、まあ、僕みたいにサボらず周回して、激アツ報酬、いい報酬をもらっていきましょう。
はい、というところで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。頑張って皆さん。